シャムロックに遅れは取りたくない。このままボスに挑もう。分かったわ、頑張ろうね。みんな、ボスを倒せばクエストクリアだ。一気にいくぞ。見かけ倒しか。やりましたね、お見事です。ちょっと待って。よし、倒したぞ。やったね、クエストクリアね。このアイテムは風の魔法装置起動で使ったものに似ているな。あの紋章ね。キリト君、これがコード制限解除キーになるのかな。装置というと。この装置がコード制限をかけてるのね。コード制限がなくなれば。俺っちが調べてみるよ。こうなってるのか。ここにさっきのアイテムが入りそうだぞ。アイテムをセットするぞ。何？おお、アイテムに反応してるようだな。コード制限機能を解除中。制限解除。制限解除。制限解除された？試してみる。ああ、そうだな。待て、何かおかしいぞ。見て、モンスターが。あの装置って、いえ、トラップというよりコード制限後のクエストに挑む前の壁というか、門番みたいなものだな。なんか動き出したよ。敵が近づいてきました。気をつけて。こいつを倒せば今まで行けなかった高さまで飛べるんだよ。早く行ってみたいよな。クエストクリア。こんなの楽勝よ。クエストクリアできたみたいね。やったー、やったー、やったねー。これで氷山の島はクリアかな。そうみたいだな。この先は高度制限で行けなかった場所の探索になるのかな。コード制限がどうなったのか試してみたいぞ。なあみんな、流行る気持ちはわかるが、コード制限解除により新たに行ける場所が一気に増えたよな。アイテムの補給を兼ねて俺の店で軽く作戦会議しねえか。いいわね、マスターの入れるお茶美味しいしね。それじゃあひとまず町に戻ろう。みんな集まったな。みんな、コード制限解除お疲れ様。これで今まで行けなかった浮島に行けるな。お兄ちゃんよかったね、行ける場所が広がったよ。高いところにあった浮島にも行けるようになったってことは、次は何を目標にすればいいんでしょうか。3つの大陸のコード制限があった場所より上のエリアを順番に回っていくしかないんじゃないかな。今まで行けなかった場所にダンジョンとか何かありそうだわ。なるほど、一つ一つ回っていくということだな。よし、調べに行ってみるか。オークリンデ、ベルグンデ、フロスヒルデ、さてどこから攻略してやるかな。
ねえキリト、新しく追加された大型クエストについて知ってる？ああ、もちろん。結構大掛かりなクエストらしいな。よかったら私と一緒に行かない？もちろんいいよ。遠からず挑戦するつもりだったし、特に誰と行くとも決めてなかったからな。そう、それならよかったわ。今回のクエストはスバルとアールブヘイムらしく北欧神話をアレンジしたストーリーらしいわ。だから神々が使用するような武器が手に入るんじゃないかってもっぱらの噂よ。なるほど、がぜん気合が入るな。他のプレイヤーに先を越される前に出発しましょう。あの NPC、 クエストのアイコンが出てるわね。話しかけてみるか。あの、何をしているんですか？私はアース神族の者だ。ここの見張り番を任されている。見張り？ああ、この奥にロキを捕らえてあるのだ。ロキって確か北欧神話に登場するいたずら好きの神様よね。お前たち、この先に進むつもりなのか？ああ、そのつもりだ。ロキの様子を見に行くのは構わないが、奴はあらゆる手段を使ってお前たちを欺こうとするだろう。夢惑わされないことだ。万が一にも奴の側につけば、その瞬間お前たちは我々の敵となる。気をつけることだな。ええ、分かったわ。今の NPC の言葉、なんだか思わせぶりだったわね。展開によってはアース神族を敵に回すことになるのかしら。かもしれないな。とにかく先に進んでみよう。ええ、そうね。どうかしたの？あれがロキか。そうみたいね。ようこそお客さん。こんなところまで来るなんて、君たちよっぽど物好きなんだね。俺はロキって言うんだ。よろしくね、可愛いお嬢さん。なんで NPC がこんなに慣れ慣れしいのよ。私こういうチャラいタイプイラつくんだけど。そういうキャラ設定なんだよ。適当に合わせておけばいいさ。ねえ君たち、この鎖を断ち切ってくれない？身動き取れなくて困ってるんだよね。あんたがバカなことしたから縛られたんじゃないの？それは違うよお嬢さん。アース神族の奴らの言い分だけを鵜呑みにしちゃいけない。もっと広い視野を持たなくちゃ。君たちは分かったつもりでいるだけなのかもしれないよ。どういうこと？君たちは俺のことを悪者扱いするけれど、それは物事を片側からしか見ていないってことさ。もう一方の隠された真実を知りたくない？この鎖を外してくれたら喜んで教えちゃうのにな。こいつ面倒ね。別にいいよ、アース神族の味方をしたってさ。ま、俺に味方しなかったことを後悔しても知らないけどね。これは助けるか助けないかを選択しろってことか。キリトはどうするの？ロキを助けよう。ふん、こっちを選んだ理由は？単純にその方が展開が面白そうだと思ったからだよ。シノンもあいつの言ってることは気になるだろ？気にならないと言ったら、こいつのことは気に食わないけど。いいわ、助けましょう。へえ、助けてくれるんだ。君たち優しいね。別にあんたのためじゃないから。おお、怖い怖い。でもそんなクールな視線も素敵だね。はあ？キリト、こいつの口弓でぶち抜いてもいいかしら？後にしてくれ。ロキがいないとおそらくクエスト進行できないはずだ。それじゃあ刻意の妖精さん、俺を縛ってる鎖をその剣で断ち切ってもらえるかな？ああ、分かった。これでいいか？よかった。退屈で死にそうだったんだよ。君たちは命の恩人だね。ありがとう。すっごくうさんくさいんだけど大丈夫なのかしら？もしかしてこっちは外れのルートだったんじゃない？そうは言ってももう助けちゃったしな。さて、それじゃ約束通り
本当のことを教えてあげるよ。自由の身になったはいいけど、俺がここから出るのは少し大変そうな気がするよ。なんで？見張りは一人しかいなかったわよ。実は隠れてるだけでうじゃうじゃいるんだな。俺が逃げたと分かったら血眼で追ってくるだろうな。いきなりアース親族と大乱闘ってわけか。いや、鎖を切ってもらえただけで十分。一旦君たちは何事もなかったように帰ってくれない？あとは俺がうまいことやっとくからさ。なんだこのイベントは。助けただけで終わりなのか。まあそういう設定なんであれば仕方がないけど。あんたどんだけ戦いたいのよ。少ししたらまたここに来てよ。それまで適当に身を潜めてるから。ああ分かった。じゃあね。これで一旦クエストは中断ってことかしら。そうみたいだな。それにしてもあのロキってやつ NPC とは思えないほど饒舌だったわね。自動応答言語化モジュールエンジンに接続された NPC なのかもしれないな。何それ。固定応答 NPC だとプレイヤーの会話に関係なく決まった言葉しか話さないだろ。ところが自動応答 NPC は高度な予測変換機能と学習機能を備えているんだ。だからプレイヤーとかなり自然な会話ができる。まあそれでも言葉を認識できない場合もあるけどな。でこのモジュールの、まあ、いわば進化版とでも言えるのがユイなんだ。それだったら受け答えの滑らかさにも説明がつくだろ。なるほど、ユイちゃんは本物の人間みたいに話すものね。的確にイラつく返答をしてくるのにも一応納得はいったわ。もう一方の隠された真実か。信用していいかはわからないけど、クエストを進めていくうちには判明していくだろうな。ええ、今考えてもしょうがないわ。とりあえず町に戻りましょう。はあ、どうしたアスナ、元気ないみたいだけど何かあったのか。キリト君。なんでもないよ。そうか、悩み事があったら何でも言ってくれよ。うん、ありがとう。大したことじゃないから気にしないで。キリト、アスナ、一緒でちょうどよかった。ちょっと頼みたいことがあるんだ。俺たち二人に？そうそう。ね、実際に来てもらった方が早いと思うから僕についてきて。ああ、勇気追いかけよう、キリト君。ああ、アスナ、なんだか無理しているように見えるけど本当に大丈夫かな。みんな、ただいま。おかえり、勇気。見つかったの？ここは？それにこの人たちは？紹介するよ、僕のギルド、スリーピングナイツの仲間たち。え？勇気、ギルドに入ってたの？ギルドがあるのに、なんで俺たちと一緒に攻略してたんだ？なかなかみんなと時間が合わなくてさ。それだったら、他の人たちと冒険してみたらって言われてたんだ。最近やっとみんなで集まれるようになったから、ギルドを再始動しようと思ったんだよ。へー、そうだったんだ。あ、みんなへの紹介がまだだったね。こっちのお姉さんが、私、アスナと言います。それでこっちのスプリガンが、キリトだ。僕はジュン。アスナさん、キリトさん、よろしく。ああ、テッチって言います。どうぞよろしく。私はその、タロケンって名前です。よろしくお願いし、いた、何するんですか、ノリ。いきなりスネを蹴るなんて。いい加減その上がり症を直しなよ、タルは。初対面の女の子の前に出るとすぐこれなんだからさ。私はノリ、会えて嬉しいよ。二人初めまして、私はシューネーです。ありがとう、来てくださって。んで、僕が一応ギルドリーダーの勇気です。アスナ、キリト、一緒に頑張ろう。何を頑張るのかな。あ、そっか、僕まだ何にも説明してなかった。何にも言わずに連れてきたの？ったく、うちのリーダーはこれだから。あはは、忘れてた。ど
然連れてこられて驚いたけど、みんないい人そうだな。ということで、アスナ、キリト、僕たちに手を貸してください。イベントボス攻略の手伝いか。話は分かったが、でもそのボスはレイド上限で挑んでも勝てるかどうか分からないって言われてるボスなのよ。ああ、今までのイベントボスの中でも最強クラスだって聞いてる。私たち二人よりも他の大人数パーティーとレイドを組んで倒しに行った方が。いえ、スリーピングナイツのメンバーだけでなくてはダメなんです。もしかして狙ってるのはこれか。何これ、 MMO トゥモロン。この記事を読んでみてくれ。その力は歴代最強とも。待望のイベントボスついに実装、攻略成功メンバーは本誌に掲載。そう、僕たちはそこに掲載されることを狙ってるんだよ。他のパーティーとレイドを組んで攻略するとパーティーリーダーしか掲載されないみたいだな。なるほど、それで全員乗るためにスリーピングナイツのメンバーだけで攻略することにこだわっているのね。残念ですが、スリーピングナイツはもうすぐ解散予定なんです。だから歴代最強クラスのボスを私たちの力だけで倒す、それを成し遂げてこの世界に私たちの足跡を残したいと思ったのです。そして絶対に忘れることのない思い出を作りたい。どうでしょう、引き受けてはもらえませんか。アスナ、どうする。キリト君、勝てる保証はない。でもアスナが決めていいよ。 ALO でプレイヤーに要求されていることはたった一つ、楽しむことだけだからな。そうだね。それじゃあやるだけやってみましょうか。この際成功率とかは置いといて。決まりだな。ありがとう、アスナ、キリト。今日はありがとうございました。結婚に向けて準備を整えておきますね。その時はまた僕からみんなに声をかけるよ。アスナ、キリト、僕たちのボス攻略に加わってくれて本当に本当にありがとう。僕はもう少しスリーピングナイツの仲間と話をしてからそっちに戻るよ。ああ、わかった。みんな、ボス攻略頑張ろうね。おお。歴代最強クラスのイベントボスか。腕が鳴るな。なあ、アスナ。アスナ？え？そうだね。なあ、アスナ。やっぱり何かあったんじゃないのか？大丈夫、そんなことないよ。SAO で血盟騎士団があんなことになっちゃって以来、ギルドにはちょっと抵抗があったんだけど、勇気たちを見てると、ギルドもそんな捨てたものじゃないかなって、そう思ってただけだよ。そうか。なあ、アスナ。しつこいようだけど、困ったことがあったら何でも相談してくれよ。有事的事情。俺、どんなことでも力になるからさ。うん。ありがとう、キリト君。ごめん、キリト君。私、嘘ついてる。でも、言えないよ。母さんと揉めてて、学校を変えさせられるかもしれないなんて。VR 世界にも来られなくなるかもしれない。キリト君に会えなくなるなんて。そんなの絶対に嫌。でも、キリト君に打ち明けるわけにはいかない。だってこれは、私の問題。それに君が好きなのは、原来是吵架等于等于。キリト君、離れたくないよ。この先にボ、このまま。わかったわ。見かけ倒しか。やりましたね、お見事です。
倒したよ。やったー、アイテムゲットだよ。オーブを手に入れたね。魚のレリーフが入ってる。何に使うアイテムかな。重要なアイテムのようだけれど用途がわからないわね。他のダンジョンに何かヒントがあるかもしれないわね。この先にボスがいるな。このままボス…はい。他のダンジョンにもないか探してみようぜ。お、セブン。キリト君、声が大きいわ。私が街に来てるって他のプレイヤーにバレちゃうでしょ。ごめん。ほら、早くいつものお店に行きましょう。なあセブン、ちょっと聞いてもいいか。キリト君、どうしたの。お前のギルドに一時期参加していたレインってこのことを覚えてるか。レイン、レイン、知らないよ。その子がどうかしたの。そうか、スメラギたちは知ってるみたいでさ、なんか嘘をついて入隊しようとしてバレてすぐ脱退させられたらしいんだ。その名前に心当たりはないけど、そういうケースは何度かあったよ。そうなのか。うん、アイドルにありがちな話だよ。遠い親戚だとか友達だとか偽ってさ、事務所とか控え室に入り込もうとする人、そんな感じでシャムロックに入ろうとしてバレて追い出される人結構いるよ。ということはレインはお前に会いたかったの。熱狂的な生徒に。それはわからないよ。その子に聞いてみないと。そうだよな。それじゃあ私はもう行くね。早くギルド本部に戻らないとチャムロックのみんなが探しに来ちゃう。なあ、またな。セブンはレインのことは知らないんだ。嘘をついてない。レインはセブンに近づきたかったみたいだ。なんだよいきなり。だってキリト君とこうして二人っきりでお出かけなんて久しぶりなんだもん。ごめん、確かに最近ずっと ALO にかかりきりになってたからな。じゃあ聞いてください。なんだこの子。路上ライブみたいだね。アイドルなのかなあの子。とはいえ観客もまばらだし、スピーカーの音も荒れ放題。最近セブンの歌声ばかり聞いてたから、ああいう素人のを聞くとクオリティの差がよく分かっちゃうな。キリト君、それは失礼だよ。あの子も夢を叶えるために頑張ってるんだよ。ああ、うん。ありがとうございました。うん、なんかよくよく聞けば結構いい歌だった気がするな。そうだね、セブンちゃんの歌みたいな派手さはないけど、こっちの歌もすごく素敵だね。
私ここで働いてるので、もしよければ来てみてくださいね。へえ、メイドカフェか。最近はメイドさんも歌を歌うんだね。じゃあみんなまたね。ダスビダーニャ。ダスビ、ロシア語でさよならって意味だね。どこかで聞いたことがあるような。でもアイドルってさ、ああいう風に地道に頑張っても全然花開かない子はたくさんいるんだろうな。うん、そうだと思うよ。でも華やかな世界だからね。一見するとセブン、七色博士はその全てを手に入れたように見えるけど、あの子にはあの子なりの悩みがあって、一概に幸せとは言えないか。なかなか難しいもんだな。そうだね。さあ、それじゃあ私の買い物に付き合ってもらおうかな。ああ、よし、今日も攻略頑張ろうな。このままぼ、うん、みんな別の場所に。分かったわ、この強制転移のギミック。そうだね、皆さんモンスターが迫ってきますよ、気をつけて。ベストクリア&あ、今手に入れたこのオーブ、猫のレリーフが彫ってありますね。三つ目のオーブか。オーブがあると思って良さそうだな。これを集めると何かが起きるってことだね。どんなことが起きるのか見てみたいね。有信号763就好打多了 XD。 キリト、この調子で次もよろしく。この先にボス、このまま了解。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。これで決めてやる。大したことなかったな。こんなの楽勝よ。見かけ倒しか。やったやったね。成敗。なんかアイテムが出たね。オーブ、木のレリーフが彫ってあるね。四つ目ゲットだね。ダンジョンのある浮島も残り少なくなってきたな。そうだね、お兄ちゃん。このまま、はい、頑張りましょう。このボスは怖そうです。強敵なので気をつけてください。切れたの。勝利だよ、やったね。まあこんなものか。こんなの楽勝よ。見かけ倒しか。やりましたね、お見事です。てい、倒したぞ。何かアイテムが手に入ったよ。何何、オーブだってキリト君。鳥のレリーフが彫ってあるな。
これで5つ目だね。もう少しで全部揃うってことなのかな。その可能性が高そうね。よし、この先にこのままボスに挑もう。わかった。これは別の場所に強制転移され、みんな行きましょう。倒しか。おめでとうです。やったな、モンスターを倒したぞ。やったね。ゲットしたアイテムはオーブか。クマのレリーフが彫ってあるな。これで6つ目。6つのオーブが残っているダンジョンの鍵になるんじゃないのか。それってRPG でよくある展開だよな。定番だけど鉄板でもあるか。まだ余裕だぜ、任せてくれ。開かないわね。そうね。そうか、キリト、アスナ。ああ、わかった。こう？開いたわね。すごい、やったね。この先にボスがいるのか。このままボスに挑もう。越されたか。スメラギか。悪いが、裏世界解放クエストは俺たちがクリアしたよ。今回は一歩及ばなかったが、だがこれはただの通過点。まだスバルトエリア攻略の途中だ。ここからは裏世界攻略が始まる。つまりここからが後半戦だ。最後は俺たちシャムロックが必ず先に制覇してみせる。ああ、俺たちだって負けないぜ。なあスメラギ、俺たちの勝負とは関係ないんだが、セブンは最近元気か。どういうことだ。セブンのことについて貴様に心を許した覚えはないぞ。いや、最近見てない気がして。あいつはまだ子供だから気張って無理をしてるんじゃないかってさ。貴様が気にすることじゃない。セブンは
あの子は貴様たちなどには到底考えつかないような、貴様らのような下賤な者たちとは違うんだ。そんなわけあるかよ。まだ年下も行かないあの子は、大人たちに揉まれながら必死に周囲の期待に応えようと努力してるんだろう。人並み外れた力を持つ神様みたいに扱うのはどうかと思うぜ。キリト、俺は貴様を認めている。だがシャムロックの活動のことについて貴様にとやかく言われる筋合いはない。あ、おい、スメラギ。お兄ちゃん。俺もスメラギを認めてる。一度剣を交えたからわかる。すごく強くて攻略に真摯なプレイヤーだ。でもシャムロックとしてあの子はセブンを持ち上げて一体何がしたいんだ。スバルとアールブヘイムの裏世界。本当の戦いはここからってことだな。うん、くよくよしてる暇はないよ、お兄ちゃん。ああ、シャムロックに負けないためにも気合を入れ直さなきゃな。お、そうだ、表世界の攻略記念と裏世界の攻略頑張ろうぜって意味を込めてパーティーやらねえか。そうね、これまでみんなで頑張ってきたし賛成。パーティー楽しみ。それなら俺の店を使っていいぜ。貸し切りにしとくからよ。よし、それじゃあ一度町に戻るぞ。うふん。それでは僭越ながら私クラインが乾杯の音頭を取らせていただきます。スバルト・アールブヘイムの地に降り立ってからというもの、数々の困難を乗り越え。ちょっと、そんな話はどうでもいいから早く乾杯しましょうよ。ねえねえ、早くしないとお料理冷めちゃうよ。ひって、わかったよ、すぐ乾杯するから。それでは皆さん、グラスを持って、ボス討伐&クエスト攻略おめでとう。乾杯。うわ、美味しそうな料理がいっぱいだ。たくさんあるから遠慮しないで食えよ。レイン、キルド君、なんでそんな隅の方にいるんだ。いや、皆さんで和気あいあいとしてるところを邪魔しちゃ悪いかなと思ったのですよ。そんなことないさ、ボスを倒せたのだってレインの助力あってのことなんだからさ。またまた、褒めても何も出ないよ。レインちゃん、私たちが言ってることは本心だよ。あなたがいてくれて助かったわ。一緒にクエスト攻略してくれてありがとう。アスナちゃん、こちらこそありがとう。レインもみんなの輪に加わることができたみたいだな。最初はどうなるかと思ったけど、仲良くなれてよかった。ヤッホー、盛り上がってるね。ついに裏世界に挑戦できるな、楽しみだよ。リーファはスバルトエリア攻略後はどうするつもりなんだ。とりあえずシルフ寮のスイルベーンに戻ろうかなって思ってるんだ。そうか、よかった。このままレネゲイドになってしまうのではないかと思っていたんだ。レネゲイド？レネゲイドっていうのは自分が所属する種族の領地を捨てたプレイヤーのことだよ。普通は同じ種族同士でパーティーを組んで他種族と競いながら攻略していくんだけど、レネゲイドは他種族でパーティーを組んで ALO を攻略しているんだ。そうなのか。実力を買われて他の種族の兵士として雇われているプレイヤーもいるんだよ。ああ、そこで提案なのだが。ちょっと、サクヤさん、アリシャさん、くっつきすぎですよ。君の戦い方、戦闘能力、そして勇気は本当に素晴らしい。そこで私としてはスバルトエリアの攻略が終わったらシルフ寮の兵士として君を雇いたいと思っているんだよ。シルフ寮ですか。ゲットシーの兵士になれば3食おやつに昼寝付きだよ。あ、キリトさんはお昼寝大好きですよね。そうね、
いつでもどこでも居眠りしそうだもの。他の寮の兵士になってもクビになるんじゃないかしら。ひどい言われようだな。あと、なんといっても猫耳の可愛い女の子がたくさんいるよ。ね、猫耳？あ、さっきリーファが言ってたようにどこかの種族につかなくってもいいんだよね。スプリガンってトレジャーハントが得意じゃない？だったらトレジャーハンターとして私とペアを組むっていうのもありだと思うよ。私と組んだら武器選び放題、使いたい放題よ。それなら私もキリト君に協力できるよ。特殊効果付きの武器の作成なら任せてよ。私と組んだ方が攻略は楽しいと思うよ。だって強い上に可愛いもん。背後から冷たい視線が。アスナ、両腕を拘束されてて後ろを振り向けないけど、ものすごくこっちを睨んでいるのは背中越しに伝わってくる。まずい、この状況から一刻も早く脱却せねば。サクヤさん、アリシャさん、悪いんだけど俺はどこにも所属する気はないんだ。もともとソロプレイヤーだし、組織に所属するのとかは苦手でさ。それに気の置けない仲間とワイワイやりながら攻略する方が性に合ってるんだ。うん、そうか。とても残念だが。うん、無理強いは良くないよね。やっと離れてくれた。ま、気が変わったらいつでも言ってくれ。こっちも大歓迎だよ。あ、はい。お、俺はどこへでも行きますよ。漁師様のお役に立てるなら喜んで。さーて、パーティー再開しようかしら。皆さん聞いてます？残念ね、誰も聞いてないみたいよ。さーて、私も料理食べに行こうっと。そんな今日も平和だね。ん？誰か来たみたいだ。今日は貸し切りにしているはずなんだが。トリビエイト、キリト君、それにみんな。あ、セブン、どうしたんだ？あなたに一言言いたかったのよ。表世界の攻略おめでとう。そしてよくもショムロックを任せてくれたわねって。あれ、その子は誰？ああ、こいつはレイン。前に話したことあるだろ。お前に会いたくてシャムロックに入隊しようとしたやつだよ。ん？ああ、あの話ね。はい、そうです。でも嘘をついてシャムロックに入ろうだなんてダメよ。いくらゲーム中のギルドとは言っても、それがバレた時に周囲がどう考えるか。ごめんなさい、セブン。私これから気をつけるね。うん、わかればいいの。歌を歌ってあげればいい？それともサインでも書けばいいの？あ、ううん、元気そうなあなたの顔を見られただけで私なんだか安心しちゃった。あらら、キリト君以上にアイドルとして張り合いのない相手ね。まあいいわ、じゃあせめて握手くらいしましょう。うん。それから俺たちは仲良く談笑を交わした。しばらくしてエギルの店から一人出ていくシノを見かけた。シノ、まだレインのことを許せないのか？キリト、そんなことはないわ。前にみんなとも約束したしね。でもあの子、なんかそこが見えないのよ。キリトが言うように悪い子じゃないのは理解できる。でも腹の中で何かを抱えている気がする。それを必死に隠して取り繕って笑顔を見せてる。そんな気がするの。だから完全には信用しきれないと。まあそんなところね。でもそれを言うならお前も同じじゃないのか？え？気に触ったのなら謝る。これはただの気のせいかもしれない。でも俺もお前がレインに抱いているような感覚を持ったことがあるんだ。キリト。でもシノンはいいやつだ。それは俺だけじゃなくみんなわかってる。だから俺はシノンが何も言わなくても
お前のことを信用するし、信頼する。なるほど。私はレインのこと、自分に似てたからこそ、認められなかったってわけね。無意識のうちに、自分と照らし合わせちゃって。それで、あの子が何かを抱えていると、察してしまった。キリト、あんたにはかなわないわよ。本当にね。いや、俺はシノもレインも、今では大事な仲間だって思ってるからさ。わかった。私も、あの子のこと信じるわ。ああ、頼む。その後、エギリの店に戻ると、セブンはすでに立ち去った後だった。俺はスメラギとの一件で気になったことを、セブンには聞けずじまいだった。